よいしょ、普通にスプーンなくした。うん、おちゃんだるまありがとうございます。テテちゃん結婚して、イエイ、アイス好き、みんなアイス好きですか。いちごがめっちゃ好きで、私なんかいちごアイスがすごく好きなんだけど、これって前からあったっけ。バニラは好きです。でも牛乳が強すぎるバニラはちょっと苦手です。全く急いでない。そんなにでかくてよく歯に染みない、なんか歯に染みたこともないんだよね、うん、ラズベリーの種が、うん、今セブン寄ったばっかりだったのに、あの時期寒くなるのでアイスは私年中無休で食べてます。あ、だってちゃん可愛い、いただきました。何パーセントぐらいで牛乳を感じるのわかんない、でもなんか香りが、牛乳の香りがしたらアウトですね、私は、うん、果実味が美味しい。ご飯食べました。もつ
持つ、うん、あ、姉ちゃんから言いました。うわ、うん、MV の家事がかわいい。え、本当にめっちゃ嬉しいけど、本当かな、ね、嬉しい、めっちゃ嬉しい、泣いちゃううん、お疲れ様です、元気になりました、本当に。あれ見ましたよ、ツイート。私が羊のお面を、あれが400円だったっていう話あ、ネイル新しくしました。これで表参道挑みます。新衣装なので表参道はそれに合わせて作りました。あれメイク探してくれたのだ、うん、MV だよね。メイクさん福岡行かせていただきます。嘘、嬉しい、ありがとう。新衣装ね、ちょっとねフリフリだからさそれちょっと不安なんだよね。もうフリフリのだから髪の毛もふわふわにしなきゃ。でも私の髪型はこのマッシュルームは変えられないので、昼の部は、うん、一番の戦闘態勢で臨むから、今のアフガニキを全てみんな髪型も指定でいくけど、夜の部は巻こうかな。そのペースで食べたら頭痛くなるって、マジで。アイスはソフトクリームとかマジ3口ぐらいでいきたいし、なんかまずアイスは溶ける、溶けたアイスって私食べれないんですよ。そう、テルミーの家事、サビ前の耳を澄ます仕草ってちょっと見てみよう。充電器プリーズ。急いで食べなきゃいけない理由がある。そう、私溶けたアイスがちょっと苦手で、ソフトクリームは好きなんだけどね。だからもう、こっちのが好きなのね。だからもうちょっとでも溶けてほしくないわけ、私は。我はそういうタイプじゃよ。みんなが今からテルミーの MV の新曲で家事の好きなところを選手権をやります。ちなみにコメント欄的に人気だったところは、なんだろうな、なんか別に私のコメントはなかったっていうなかった、 なかったかもしれない、別に。あ、家事フリフリ衣装、50秒っていうのがあった。ちなみにこれですね、これちょっと姉ちゃんから LINE 来そうだから、ちょっと、はい、あ、ここがいいよって人いた、ありがとう。あとなんかサビ前に、サビ前ってどこだろう、これかな、2A 真ん中くるから、これじゃない？ここでしょ。ありがとうございます。 MV の風垢抜けてるって、あら、ありがとう。でもね、ちょっとやっぱこの衣装だったりとか、私もともと自分の肌質、肌の色とかなのかな、わかんないけど、濃い色
のものが基本的に合うらしくって、薄いものより。そうそう、だからそうで、今日は福岡に泊まっております。カジノウィンクとかさ、ウィンクってどこだろう、なんかやってて、あ、今のとこか、なんかラッセンの仕組みとかだっけ、これか、ここかな。あ、でも嬉しい、みんながさ、そうやって私のを見てくれて嬉しい。ちょっと恥ずかしいね、こうやって見て、あ、ゆうくん、ありがとう。てかさ、私こんなにやっぱりすごくちいことに、なんか特に可愛いなと思いながら見てます。何？私めちゃめちゃ見てますよ。でカスタムニキちゃんの MV とかも超楽しみなんだよね。ちょっと予告ね、私結構くっちゃべっちゃうからさ、ごめんねなんだけど、カスタムニキちゃんの MV は多分あやたんの皆さん、カジのこと好きだよって思ってくれてる方はなんか喜んでくれるんじゃないかなって思うような気がするんだけど、めちゃめちゃ恥ずかしいから自分的にはあんまり見たくないけどまあ何がってなっちゃいそうなんで、あんまり言いすぎるとね。多めに映ってるってまだ完成見てないんだよね。そう、完成は見てないっていうね。ついてない。なんかスイッチない。くっついてつけるんだ。あ、これか。ちょっと。ありがとう。楽しかった。私のことを応援してくれる人がこうすごいいっぱい見てくれたなってすごい思ったし、ちょっと声の調子がちょっとあんまり良くなくって本当申し訳ない。せっかく福岡来たのにちょっと思うようにいかなくてちょっと悔しいんですけど、ワンマンライブがあと2つあるので、ここから毎日、うん、ライブだったりリハーサルだったりなので、ちょっとセーブしていかないと全く出ない状態で本番迎える形になっちゃいそうなので、メンバーにちょっと助けを求めて、特殊な体制でしばらくライブに挑ませていただく形になってしまって、もう正直めっちゃ悔しいです。心の底から悔しいです。やっぱりこう、うん、自分ソロライブがあったとはいえちょっと喉を酷使しすぎてしまったんですよね。やっぱりソロライブのリハとツアーを掛け持ってやることが最後までやりきれなかったっていうのがめっちゃ悔しいし、ちょっとかっこ悪いなって思ってるんですけど、メンバーが助けますってこう言ってくれて、ありがとうって言いながらちょっと甘えてしまってるんですけど、高い声が出なくて、そう、裏声とか低音は生きてるんですけどもうちょっとだけ時間がかかっちゃいそうです。すいません、うん、みんな率先して、千夏は一
ぱい喉飴舐めなよって言ってくれるし、まーちゃんがまず最初に喉一回セーブした方がいいんじゃないってご相談、声かけてくれて、ニーナはもう一番率先して私ここ煽りやりますって言ってくれて、ゆりちゃんとか一番心配して大丈夫ですかってこう常に声をかけてくれるし、あみちゃんも MC がさ、こう一からこう何私がありますってこう口に出さなかったとして もうめちゃめちゃ頑張ってくれて、そうちーこもね、そうもうめちゃめちゃ頼りになってます。うん、結構ね大変な思いさせてしまってる気がするんですけど、ほうちゃんはね私のパートを一番カバーしてくれてるんじゃないかなって思います。本当に感謝しかないです。必ずこのご恩を返しましょう。ちょっとショールームもねこれぐらいの声だったら全然出るんだけどちょっと温存しながらやる形になっちゃうので寂しいんですけど、今日はこの辺で楽しんでもらえましたか？ありがとう。それでは。